無双剣信流とは、大山剣信が創始した、保守術を表芸とする総合武術の流派である。非善国宅の武術。流祖は、大山剣信である。無双剣信流は、大山剣信が、将校時代の黒髪本芸者に籠もり、身を清め、断食し、神仏に祈りながら三日三番修行して編み出した、流派である。上京三年日のトラ中に、大山剣から、 島田いよいよ五平に伝わった。状況三年日の江戸らに創始したとする説もあるが、伝書に書かれている状況三年という表記は、弟子の島田が無双権心理を送電した年であり、伝書には創始した年についての明確な日付は記されていない。このことから、創始されたのは、状況三年より前と考えられる。主に鳥物、 国境警備に従事していたものを中心に学ばれていた。宅の保守術は明治に入ってからほとんどの流派が廃止となったが、無双検診流は残った。50年に一度仕上げ式と呼ばれる儀式が行われていた。一週間にわたって合宿生活をし、女人を近づけず、肉食を禁じ、寒さの中、毎朝水曜をして、身を清め、皆で修行に励む。裁判に、 マリシテン、不動明王、縁のオズヌを祭り、締縄を張りぬさを吊るし、道場の周囲にも、木やシメナ縄を拝するなど荘厳な儀式であった。無双献身流は1932年の仕上げ式を最後に行われなくなった。抜刀、捕縛、剣術、防術、補助術からなる。他藩に罪人を送るとき、他藩からの罪人を取り押さえるときなどに用いられた、保守術である。 年代によって、技の名称に、若干の差異が見られる。伝書に、状況3、日の江虎中春吉日、大山献身島だいよいよ、五平と記されている。佐賀新聞卓物語無双謙信流。佐賀新聞卓物語無双謙信流。ありがとうございます。